このトークセッションのスポンサーはアンカージャパンさんの提供でお送りします。まあ、アンカーといえば充電のリーディングブランドということでね、皆さんご存知だと思いますけれども、今回ご紹介するのはネビュラカプセル3レーザーです。今ね、会場の左の方ではあのリンクマンが実際のねこの絵を準備しておりますけれども、世界初の Android TV 11.0 を搭載したモバイルレーザープロジェクターで、全モデルのネビュラカプセル2の約2倍も鮮明、そして HDR10 に対応しフル HD の高解像度とレーザー光源が特徴の明るく鮮やかな製品となっています。はい、色がすごい、すごいでしょ。ダメだ、これミラーの中に入ってる感じになってますけれどもね。そう、はい、明かりちょっとつけてみてください。これあのスタジオでも我々試したんですけれども、本当にかなり綺麗に出るんですよ。なのでキャンプとかね、いろいろなところに連れていくといいと思います。横幅は 2.5m、 最大120インチで楽しめます。バッテリー駆動は約 2.5 時間、映像再生可能か、可能できるということ可能できる可能できる再生とできるということで、価格は119,900円税込みでございます。本当に、うん、あと僕気になってたのがファンの音。あ、静かだよね。静かだったんです、うん、結構静かだったので、うん、これ僕ねプロジェクター苦手なのそのファンの音だったんですけど、ね、うん、気になっちゃってね、気になっちゃって映画に集中できないっていうのがあったんですけど、はい、これはすごい静かなのでめちゃくちゃいいと思います。そうなんです。実は2020年の1月に、うん、あのアンカーさんの本社行ってるんですよ、うん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 、僕でちょうどこのあたりの製品をいろいろやってる時で、開発担当者に話聞いたことあるんですよ実は。すごい。でね、あのやっぱりプロジェクターとかアンドロイド部分っていうのはもうほぼコモディティ化してますと、うん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 、まあ、ちょっと今回レーザーということで新しいものが入ったんですけれども、あのでその上バッテリーとあとサウンド、うん、これアンカーさん今お得意の領域なので、これを融合させたパッケージにするとどうなるかっていう、まあ、そういう製品ということ、はい、はい、ということで以上アンカージャパンの商品紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。これからの時間はですね、ちょっと他の皆さんに出ていただいて、はい、じゃあゲストの、今回最初のセッションとなります。ちょっとすいません、はい、最初のセッションに、のゲストをお呼びしたいと思います。先ほど前説もやってくれたゴリミーのゴリさんです。どうぞ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 、拍手でお願いします。はい、そして男子ハック、野村純平さんです。はい、そしてトバログさんです。よろしくお願いします。あの皆さん座っていただいて大丈夫です。はい、はい、お水置くとこなかったですね。下に置いてください。今回のテーマがブロガーが選ぶ今年、買うべきガジェットっていうのが、このセッションのトークテーマになっておりますので、まあ散財をねよくしているゴリさんも鳥羽くんもそうですけど、純平さん結構買います？純平さんは買ってない。買ってない。アップル製品は買う一通り、はい、はいはいはい、けどそれ以外は必要じゃないものは買わない。買わない。けど鳥羽くんは奇抜なものを気をつけられたもの。そうですね、外れそうだなと思うけどとりあえず買って、あ、外れたっていうやって、たまに当たりがある。あ、たまに買ってみないと分かんないからね。買ってみないと分かんない。貯金はまだしない派なんで。おお、かっこいい。あの彼家庭ありますからね。貯金なきゃダメだろうと思うけどね。うん、ゴリさんは、ゴリさんはなんか買った中でなんかいろんな、僕ね、いや、ちょ、いろいろ考えてきたんですけど今ね、うん、思い出しました。あのね、世界一なのか日本一なのか分かんないんですけど、薄いあの延長コードってやつ買ったんですよ。なんか延長コード1メートルぐらいで、うん、1万円ぐらいするんですよ、無駄に。で、うわ、1メートル、あ、1メートル1万円の延長コード薄いだけなのにとか思ったんですけど、薄いのよこれが。本当にペラペラで、なんかで、なんかこう、僕あの毛穴コンセントが片方にしかなくて、で反対側に僕はあのダイソンの、ね、空気清浄機を置きたいんですよ。なるほどね。でそうするとここを絶対こうコード外せないといけないから、ここ通るときに絶対足引っかかるんですよ、うん、僕も子供も、うん、ね、それにガンガン引っ掛けてたら前の空気清浄機壊れちゃって、であれなんかそう壊れちゃった。まあ、それでもリサイクルショップ行ったら3000円で買い取ってくれてすげえなと思ったんですけど。壊れてるの？そう、壊れてるの？壊れたんで、しかも結構ちゃんと壊れてるんですけど、これ買い取ってもらえますか？3000円ですね。
3000円もいいんですかみたいなそうで、それでもどうしても今回そうしたくなかったから、その買ったんですよ、薄いやつ、うん、薄くていいわ、いいのよ、いい1万円出した価値がある、あ、価値ある、価値ある、価値ある、部屋の端から端まで1メートルでなの、そう、違う、違う、あの部屋の、まあ、3分の1ぐらい、3分の1、まあ、半分ぐらいかな、1メートル、2メートル、いや、そんなことないか、そうですね、3分の1ぐらい、3メートルぐらいしかないんじゃないですか、いや、ブレブレだけど大丈夫そう、話がブレブレだけど、きっと、高い高い、長いやつ高いっす、長いやつ高いの、でもいい、薄いケーブル、薄い延長コード、そう、いい、結構いいもの持ってきたな、俺、今日。自画自賛急に、そうですよね。じゃあ、鳥羽くんが今年買った中で一番なんかこれだってやつは、一番っていうのめちゃくちゃ難しいですよ。だって結構まあいろいろがいろいろなんかあのなんか持ってきちゃったあのミニマリスト側で言いたいんで、あんまり持ち物持ってない派なんですけど、買うって言ってるでしょ、じゃ買ってる、なんかおかしくない、なんかミニマルなパソコンが結構良かったですね、最近買って。やっぱミニマルな、ミニマルなカラー、どこがやどこがこれ結構良かったですね、17インチでも薄い、ミニマルじゃないよ、薄い、薄い、確かに薄くて、めちゃくちゃ薄い、薄くねえから、薄くねえ、薄くねえ、だいたいミニマル言ってるやつ17インチ持ち運ばねえから、指つった、指本当よ、指つりました、持ちますけど、これは結構良かったですね。もう何をするにも、まあ、パワー不足ほぼ感じなくて、最近あの VR とかちょっとハマって、たまにあのゲームやったりするんですけど、そういうのもブーンって音はするんですけど、全然もう音はするんだね、するとまあそれは失踪です、そうなんですよ、でこれ窒素ガリウムのね、あ、そうそうそう、ガリウムのあのもバッあのAC アダプターも今回コンパクトになって結構持ちやすくなったんですよ。どこがやるのどこがやるそう、あの今まで倍ぐらい大きかったんですけど、今回あの窒化ガリウム搭載してる、窒化ガリウム搭載してる、まだこれなんですよ、重さ 1kg 合計4キロぐらいで330ワット、あのおーすげー、それはすごい、そうなんです、 M1 MacBook Air の11倍の電力使うんですけど、まあでもすごい強い強い、これは結構良かったです、個人的には。皆さん、これがミニマリスト目指すの失敗例です。もうあれですよ、あのコメントでもミニマリストってなんだみたいな話になるんですこれおいくらするんですか。これは今買うと多分80万とかするんですけど、そうそう、めちゃくちゃ高いですけど、僕買った時ミニマルじゃないもん、そう、あの円安で絶対高くなると思って、できるだけ早く買って、あ、その時にあのセール期間だったり50万円ぐらいで、でも相当安く、まあ、でも50万だからね、全然金額違いますね、そうなんですよ、で、すごい良かったほら、ほらコメントの人が困惑しちゃってるよ、80万ってあの綺麗に光るんで、ファンの数やばいね、あ、そう、ファン4機搭載していて正面にやんの七色に七色な、光ってる光ってる、後ろ光ってる、最近ナッシングフォンとかすごい人気じゃないですか、うんうん、これもあナッシング PC、 どこがナッシング全然ナッシングじゃないでしょもうあるでしょもうある存在感がすごい、ね、頭おかしい、でも 白く光るからミニマリスト白イコールミニマルじゃない、絶対違うからね、そのすげえ苦しいよそれは良かったです、ミニマリストが唯一バッグ持ってきたからね今日、そうですね、まあいろいろ入って、あのキーボードとかも入ってるんで、ミニマルのキーボード、もちろんミニマルだもんね、キーボードも出してキーボードついてますよね、この80万、今日もね、これちょっと話が変わりますよ、これはあのこれあのウルトラロープロファイル あのメカニカル搭載してる PC なんですけど、うんうん、やっぱこんぐらい欲しいなっていうので、まあいつも持ち歩いてるんですけど今日もどんどんミニマルなデザインのあ、そっか、そう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 、後ろに今いや、しかもねあるんです、これカスタマイズしてて、はい、この真ん中だけはその新しい雪のキーなんですけど、外側は無刻印に変えてるんですよ。そうなんです、あ、でもこれはちょっとあれなんですよ、これちょっとまだ問題があるでしょ、ちょっと物議を醸すかもしれないんであれなんですけどあの名前をぼかすと、あのティープレさんのあのもうほとんどティープレさんのキーキャップを今つけて持ち歩いてます、うん、まあ、これが結構
どこでも気軽にノマドワークできる。気軽じゃないけどね。気軽、はい、まずだってカフェ行ってもそのぐらいのスペースいるからね、まずね。ブーンと落ちるから、あの隣の人に舌打ちされる。静かにね、コーヒーを飲もうと思ってるんですよ。僕はノイズキャンセリングヘッドホン。自分だけ自分だけ聞こえない。自分だけ快適になってるだけじゃない、それ。ひどい、ひどいわ、はい、これは買ってよかった。買ってよかった、はい、うん、じゃああと純平さんもなんか買ってよかったもの、僕ね持ってきてましたよ。おミニマリストだよ、こっちだよ、だからお、お、なんでしょう、これあの多分この後あのバックスペースのお二方も、はい、持っていると思うんですけど、はい、あのファーウェイアイウェア、あー、ファーウェイアイウェア、これこれすごいですよね、みんなみんなつけてる、ね、単純にオーディオグラスっていうジャンルですかね、ここにスピーカーがあって自分にしか聞こえないみたいな、この辺だけ聞こえる、うん、ようなやつなんですけど、すごくいい、あの僕は iPhone だからあんま関係ないんですけど、 Android だとなんか通知もかここに送れる、で iPhone はあれじゃないですか、あの、AirPods とかだけじゃないですか、通知の、あの Siri の読み上げ、だってそれできないですけど、あの子供と公園に行った時、子供が遊んでるけど親は立ちぼうけみたいな時間あ、なるほどその時にガジェタッチを聞いたりとかね、さすが大人だな言ってくれますよね、大人だなやっぱり、うん、子供の子供世話してる時もガジェタッチ聞いてるんだ、ちょっとプレイリスト見せてくれるか、実際中身見たらダメだろ、どうしますか、本当出てこなかったら本当にショックだから、見てください本当に、そういうのは明かさない方がいいんですよ、エピソードはもう再生済みだから、もうない、おおすごい、トバ君、これがミニマルだよ。これだよ。ここまではでも台本にないよ。ないよ。台本にはないよ。そうで、ファーウェイアイウェアはなんかそのオンデーズで売ってるやつだと、うん、ファーウェイって書いてないんですよ横に。おお。でも本当に普通に。っていうのを、うん、そうそう、なんだっけ、うん、あのバックスペースであのテクノエッジのあの一等斎さんが出てた時に、うん、言ってて。それで買ってみようっつって、それ動画入ってるの？入ってます。すげえ。あ、ちゃんと。ここにあのパチってサングラスつくし。この後ろのこの端子みたいなのはどういうあれなんですか？充電とかですか？そう。で、あ、持ちます。ここになんかカチャってつけるやつがあって、USB-C でつける。充電みたいなのがある。音質的にはどうなんですか？音楽めっちゃ聞きたいって時は AirPods の方がいいよ。まあそりゃそうですよ、そりゃそうですよ、ガジェタッチぐらいだったらもうこれでいいぐらいって言わないの、ぐらいってけどあのほらイヤホンメガネ族としてはずっとメガネしてるからイヤホン持ってなくていいわけ、あー、そうか、そうか、確かにそれはあるかもしれない、取ってメガネかけてもうイヤホンしてる状態になってるから、うん、iPhone 流せば流れるし、すげえ、パソコン流せば流れるしで、うん、すげえ、すげえ、あとこうねイヤホンしててあの話しかけづらい的雰囲気もなくても済みますもんね、それはいいですよね、そうけど逆もあるんですよ、逆もある、あ、話しかけられたくない、話しかけられてるのに気づけないの、あ、気づけない、あ、無視してる、すげえ感じの悪さじゃないですか、ね、耳見てもそうそう耳何も入ってない、そうただの無視だからね、それで面白いシーンとか突然笑っちゃったりとかしてる気持ち悪い人になっちゃうね、そうそう家であの Zoom の会議とかをしてて、うん、今あの妻が育休中でいるんですよ、家とかで、僕がこれでイヤホンで聞いてるから、あの会議してるの分かんないんだよ、あ普通に話しかけてかけられるんだけど何も反応できないじゃん、こっちも会議中だから、確かに、でも、ね、これ AR とかあるあるなんですよ、あの昔 Google グラスってあったじゃないですか、はいはいはい、あれ見てあれだからもう片目しか塞がってないはずなのに電柱にぶつかるんですよ、あれ、あ、ね、もうこっちの画面見ちゃうとそっちに取られちゃってぶつかるっていう、だからそれ音もそうなんですね、じゃあ、あ、面白いですね、やっぱ意識の行く方向がってことですよね、 それってね、だから多分ランニング中とか超いいんじゃないですか、ああ、確かに確かに、あ、そうか、はい、そういうのは、ダンコさんちなみに今年なんか買ったものでよかった、ガジェット、ガジェットだったらもう iPhone 14 Pro でしょ、無駄にウルトラでしょ、うん、それが一番メインが、ほとんど外出ないっていうのもあるので、外出ないっていうそうなってしまったらもう
う話が終わってしまうじゃないですか。それじゃあ太郎さんは、僕ちょっと言えないやつ買っちゃったんで今年は。言えないやつ、いや言ってください。いやいや、あの電気自動車の、はい、あれガジェットなの？ガジェットですよあれ。乗るのモバイルバッテリーですもんね。そうそう。モバイルバッテリーの上に乗ってるようなもんですから、ね。乗るモバイルバッテリー。そう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 。確かに。話がよく分からんけどね。でも、ね、今日この後いらっしゃる西川進さんも、あの電気自動車今年ということだったので、なるほど、はい、なんかなんか結構多いかもしれないですね今年乗り換えたっていう方は、うん、電気自動車か、うん、それは確かに。なんか、ね、リンクマン自身はどうなの？確かに僕なんか買ったかなって。僕ね、まあ、でもほらあの人何でも買うから。あごめん、ブロガーじゃなかった。そっち、ね、そっちなの？そっちなんだ。そっちなんだ。そっちのくくりで俺ダメだろ。じゃあすいません、ちょっとブロガーじゃないんで発言は控えさせていただこうかなと思います。すいません。残念けどこの間ガジェタッチでもあのゆずきさんの紹介からブロガー外れてたよ。ブログだから、ブロガーっていう、ね、活動家みたいになってたよ、ね、活動家。そう、活動家になっちゃったんですよ。ブロガー撮ったら活動家になっちゃったんですよ。おかしいなと思ったんですけど。じゃあ僕とリンクマンさんは一緒に後ろに後ろに YouTuber になっちゃった。でもなんか YouTuber っていうのもなんかね、ちょっとまだなんかこっぱずかしいところがあって、そうなんかね、ちゃんと YouTuber をやってるんだったんですけど、僕なんかいろんなことやってるじゃないですか。そうするとなんか YouTuber の一人もなんかお前腰掛けてやってんじゃねえぞみたいなこと思われた。でもさっきのあのあれですよ、あのイントロの、うん、あの髪の掛け上げ方はみんなもう目点でしたよ、点。どういう意味で、どういう意味で点だったのかちょっとね、分かりませんけど。ねえ、まあそれは俺は聞かないです、聞かないです。ふわ、もうここら辺の髪ふわっふわしててね。うん、俺今みんなの目見れないですもんね。すごい。リンクは外で名乗るときブロガーですって言うんですか？俺今一応ガジェタッチやってますって言ってますね。もう今なんかブロガーですっていうのもあれだから、ガジェタッチっていうメディアをやってますみたいな感じで今はなんか自己紹介してますよ。もう職業ですよガジェタッチって。ガジェタッチすごい、すげえ。いや太郎さん、なんで あなた小学生が憧れる職業ナンバーワン、自分が入ってないみたいな言い方しますけど、あなたも知ってたんですから。なんで俺だけみたいな雰囲気にしちゃったんですか。面白いかなと思って。面白い。でもじゃ あのまだ時間は大丈夫なんですかね。ちょっと他におすすめのガジェットありますか。そうそうそう、2周目、あ2周目めちゃ鳥羽くん、あーってまだ光ってくる。まあ、結構ちょっとあの排熱があれなんでこうきますけど。ちょっとした空気清浄機みたいになってる。これ本当にもうシャットダウンしていいと思う。でもこれあれだ、後ろにちゃんとこれついてですね。そうなんですよ、スタンドが。これ結構買ってよかった、うんですね、あんまり YouTube とかでも紹介されてないと思うんですけど、このタイプの金属のこういうスタンドは結構良くて、そんなに高さは出ないんですけど、あの排熱問題でちょっと処理が遅れるみたいな。排熱がきつすぎるよね。排熱が、あのゲーミング PC はもう排熱が命だと思ってる。排熱は大事だと思うんですけど、このこれだと17インチサイズでもいけるんですよね。こういうペタって貼り付けるタイプだとやっぱ熱がこもっちゃうっていうのと、 あとまああのめちゃこうガタつくんでこのサイズになると、だからこの2個でこうセパレートでくっつけるのめっちゃいいです。これ2000円いかないぐらいですね、多分 Amazon で。おそうなんですよ、結構あの排熱で結構困ってる人とかは、これはあのなんかモフトみたいなあの、ね、粘着系の 3M 系のやつで、これは良かった。あのずっと俺、鳥羽くんはこの話しねえのかなと思ってから出てこないのよ。出てこないのよ。いろいろあるんですよね。いろいろなんか最近買ったこういうカメラとか、ライカ、あのミニマルすぎるカメラっていう5年前のやつなんであれなんですけど、これは買ったのと、あと早い、あ、いいですか。早い、ベストバイ10だよ。ベストバイ10、あとこれな、動画では紹介してるんですけど、このゲームボーイ互換機、ここにカセットが入るんですよね今。あのゲームボーイアドバンスのマザー1、2入れてますけど、ゲームボーイカラーとか、あとまあアダプターかませばネオジオとかゲームギアとか、そういうのがいける、こういうゲームボーイタイプの互換機です。エミュレーターっていうよりかは、まあ、あのカセットで遊びたい人向けのって感じですね。この
画面がちょっと映るかな、今めちゃくちゃ鮮明な画面なんですけど、これをちょっとこうやると、あ、でも映ってる、映ってる、映ってる、あのゲームボーイの、あ、これ一等斎さんの受け売りなんですけど、ゲームこの解像度めちゃくちゃ高いんですよ。 1600×1440 あって、大丈夫これ、携帯関係大丈夫、携帯関係大丈夫、そうあんま映してるとさそうですね、まあ、そう、そのそれをあのドットをこの高精細で再現してるらしくて、だから実機で遊んでる感覚でできる、昔ながらのイメージと、そうそうそう、しかも HDMI に出力できるんだよね。あ、そうです、あのドックかませば HDMI でもうさ、それやっちゃうとじゃあやれやったらテレビでやれやみたいなことになっちゃうじゃないですか、うん、でこれのいいところは、あのちょっと対応してないのもあるんですけど、あのボタンを押せばスリープになるんで、ゲームボーイのソフトスリープできるんですよ。あ、電源切んなくて、それすごい、夢の機能だね夢の機能ですよね、当時からそれ。でたまに対応してないのもあるけど、そういうのができるのが地味に良くて、これ電車移動の時はいつも遊んでます、これで、はい、あ、もうこのゲームボーイは欲しいとかね、来てますよ。あ、これ国内で買えます、でも1年待ちでしょ。1年ぐらい待ちですね、人気だ。3年待ちました、僕すげえ。これはおいくらでしょう。これは219ドルぐらいなんで、今日本で買うと3万円ちょっと超える。僕買った時あの2万円ぐらいでした。2万3000円ぐらい、円安を円安、すげえすげえアップしてる、すごいな本当にだからあのキャンセルするとお金がも返ってくる、返ってくるいますよね、今儲かってる人がいるんですね。キャンセルするドル建てでやったらね、返ってくるっていう人がいるんです、うん、これはなんか良かったですね。珍しいし、遊んでて楽しいし、良い良い、はい。まだ来ないな、俺が思ってるやつ。え、なんかありますね。いやいや、もっとネタとしてね、この話をするんじゃないかなっていうのを俺思うんですよ。なんかあったかな。あの持ってきてないやつの話、持ってきてないと思いますけど、トバ君といえばって最近のさ、VR 系の、あ、そうですよね、ごめんなさい。VR で言うと、まあ、謝った。謝って。おすすめっていう感じはあるんですけど、うん、メタクエストプロっていうやつは個人的にはすごい買ってよかったです。ただ高いからなんか最初にそれで入るっていうよりかは一段階あの上がるみたいな感じですかね。マイクロフォーサーズからフルサイズにちょっと上がるみたいな。あ、まあ本気度が上がるっていう感じになるんですね。やっぱ来年とかそれが楽しみですかね。僕はもうそれが逆にそれだけがガジェット楽しみです。今の楽しみでいくと変化がどんどん進んでいくから。そうか、変化の度合いが激しいからね。一気にあの技術革新が進んでいくしっていう。今だからちょうどレティーナディスプレイを搭載した iPhone4 ぐらいの感覚でいきます。なるほど。そこから爆発的にじゃあ一般に受けてくるんじゃないのっていうような感じ。プロセッサーがどんどん良くなって、はいはいはい、解像度も高くなって、でみんなユーザーが増えてコンテンツ盛り上がってみたいな感じ。めちゃ楽しいです。全然ね、我々AR、VR、MR 何もやってないから。そう、でもなんかどんどんあの 3D モデリングっていうのかな、あの徐々にこう最初はその家あのなんだっけ自分の部屋を、ね、作ってて、それがどんどん精度が上がってって、でなんか気づいたらね、あの iPhone 買ってそのあのライダーセンサーを使ってそう精度上げたいんだとか言って、買う目的それかよみたいな。iPhone を買うのがね、スキャナー目的だったから。そうあれなんですよ、作ってみると分かるんですけど、ブログとか YouTube とかコンテンツ作りの延長なんですよね、感覚的に。だから自分のものを紹介してる感覚でこう作ったものを見せるみたいな、テキスト記事と同じ感覚で作ってます今。なるほどね。その感覚はなんかすごいね。ルームツアーとかも被って遊びに来れば僕の部屋実寸大で見に来れるじゃないですか。わざわざこう動画でここがここがとか言うよりも一回もう体験してもらった方が面白いなっていうので、いやでも人が来てもいいそのイケてる部屋っていうのはなんかポイントなんだよ。そうね、モデリングでなんとかなります。いや、いけてるごまかせるぞ。そうだ、リンクマンの部屋とかはさ、本当さ端から端までさちょっと10分間ぐらいかかるから部屋っていうのでね。それ言ってんのさゴリさんだけだよ。親戚までねバス乗ないといけないからさ大変なんだよ毎日。なんで俺そんなキャラになったのか分かんないで、未だに俺そうなんだよ、ね、いつ金があったんだろうって思ってあといつ石油が出たんだろうって思ってる。そう、ね、毎回マック買ってるからじゃないですか。それはよくやるんだけど売ってるのマあんなやつ売ってるの。今年ピンチなんだから、だから大変だったの。けど M2MAX とか出たら買うんでしょ。いやさすがに買えない、あんなんだって多分50万以上じゃないですか。そうで、うん、
いや、リム君は買うのは80万超えマックスでしょ、上一番でしょ、フルフルでしょ、え、あれでしょ、あの MacPro のアップルシリコン版でしょ、いやいやいや MacPro のアップルシリコン版絶対買えないでしょ、あと俺使いこなせないわそんなにどう考えたって、いや、やりましょうよ、ツイッターそれで、やりましょうよ、 3D ガジェタッチ、 3D ガジェタッチそれはガジェタッチが儲かったらそういうことができるようになるかもしれないですけど、いや無理、いや、そんなすごいのはなかなか買えないですよ、あと僕がそれ使いこなせないですよね普通にね、動画編集ぐらいですもん、だって気持ちですよ、気持ち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 、そう、そうやってるうちにこうやってあの貯金ゼロになってくるマジでやばい、いやいやいや、マジでやばい、今月なんならちょっとマイナスでやばいと思って最初も支払いやばい、最初持ちだよこいつ、最初それでやばいって言ってるってどういうことですか、そうそう、これ笑顔でやばいって言うからね、やばいって本当にやばいです今月は、このメンタリティがやばいよね、本当に本当にそれで笑顔で言えるのがすごいよ、変な汗かいてきますまあそろそろちょっと時間の方ももうあっという間でございますよ、いいですね、あのゴリさんまだ喋り足りないですか、全然大丈夫ですよ、全然大丈夫、もう僕は毎節でもうあのエネルギー 90% ですかはい、はいはい、みんな帰り道にお前本当によく立たせたなとかって言われないようにして控室の方で静かにいますから、はい、あのもう最後の方なのでぜひあのお三人になんか告知などあったらですね、ちょっと、もう皆さんに告知ないの、ないの、一応なんかそれらしいことをちょっと皆さん言ってください、鳥羽くんもなんかあったら言って、なんかあったか、じゃあゴリさんからじゃあ告知お願いします、告知いや、ブログあるじゃん、ああYouTube 始めました、あ、そうそうそう、 YouTube 始めたっていうか、その再開したっていうか、うん、みんながすごい素晴らしい作品を YouTube 上に作り込んでる中で、もう一瞬でこう撮って出して自己満足の世界に浸るっていう動画を昨日から始めて今日2日目、おお、今日2日目なんですよね、もうこれ1週間ついたら本当にもうなんか自分に何か買ってあげようと思って、あれですか、はい、Vlog スタイルで、いやいやいや、もう Vlog とかもとんでもないです、もうカメラもう机の上にドーンってカメラ置いて話すっていうだけ、元のきっかけはブラックフライデーであの L 型のキーライト買ってマイク買って、おこの根拠あればもしかしたら俺 YouTube できんじゃねって思ってやってみたら、そうで、それをね YouTuber のモノグラフの堀口くんにね聞いたらね、いやあのマイク別撮りとかマジやめた方がいいです、面倒なんて言われて、結局普通にカメラあのこれにあのマイクつけて、でキーライトつけてドヤ顔しながら話してます、はい、というわけでそうやってます、うん、YouTube やってます、ゴリミーの YouTube チャンネルを皆さんフォローして、確かにあれどうやって調べるのかも分かってないんですよね、僕コメントの見方も分かんなくて、おえそう自分の動画名検索してやってる、で昨日あの YouTube スタジオっていうのを知った、あーマジですか、 YouTube スタジオっていうのがあんのねみたいな、すげえ昔の動画にコメントとかあんの、そうそうそう、英語の字幕、日本語英語の字幕くれとか書いてあって、そうそう、へーとかそういうのがあるので、いや頑張ってやってきます、はい、じゃあ純平さんは、いやマジで何もないんだけどもう男子ハックあるでしょ、まあ、男子ハックはまあぼちぼち更新してますけど、僕本業はサラリーマンなので、そうですね、本業のあの名前今出せないんですけど、出せないいろんな状態出せないんですけど、そちらの方よろしくお願いしますという、はい、知らないのに、はい、知らないのに、こちらの方よろしくお願いします、野村純平で探すと多分出てくるはい、はい、じゃあ鳥羽くんお願いします、なんかちょっとじゃあ手短になんですけど、はい、あのツイッターでこの間なんかこういうの作ってますっていうのを言わせてもらって、まだ全然公開してないんですけど、こういうちょっとしたものを作ってます、ちっちゃいやつ、これだってあれですもんね、そうミニマリスト系のっぽい、確かに、まあ、こういうガジェットみたいなの今作って、これ何かっていうと、あのエイリアンウェアとかいろんなパソコンでいろんなキーボード使いたいなとかっていうのがあって、これをあのキーボードの間に挟むと、あの HHKB とかそういうキークロンとかそういう系のなんかキーボードが使えるんではないかっていう、あ、説を今プロトタイプ作って試してるみたいな、あ、なるほど、まだ今途中というか、ね、そう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 、マニアックだ、あ、でも欲しいかも確かに、うん、そうなんですよ、こういうのあんまなかったかもと思って今あの
このサイズで作らせてもらってるって感じですかね。はい、あのオフレコでお願いします。これは流れてる、流れてる、あそう流れてる、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 トマク全部持ってくな。そう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 、ここまで台本通り、台本通り、ここまで台本通りでした。というわけで、今回の最初のセッションは、ゴリミーのゴリさんと、男子役の野村純平さん、そしてトマログさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、はけてください。いや、めちゃくちゃ ありがとうございました。あと3倍は欲しいですね、この時間。そうですね、今度ゆっくりまたゆっくりお願いします。ありがとうございました。はい、この動画を気に入っていただけた方はチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。番組へのメッセージは Twitter@ ガジェタッチでお待ちしています。